はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、皆さん、ラーの翼神竜スフィアモードという最強のモンスターはご存知でしょうか？今結構、環境的に勇者が流行ってまして、勇者ギミックが流行ってまして、まあ、結構モンスター横に並ぶことが多いと思うんですよね。グリフォンライダーしかり、まあ、勇者トークンしかり、まあ、そっからの、まあ、ハリアドンとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、まあ、そういった展開で、まあ、先行制圧を敷かれるということが非常に多いと。今の環境ね。で、そこで私は思ったんですよ。今の環境、金玉めっちゃ強いんじゃねえかと。これどういう効果持ってるかっていうと、その相手のフェゾロモンスター3体をリリースして、相手のフェゾロモンスターに特殊が召喚できるっていう、まあ、史上最強の除去になってるんですけども、このカード今強いんじゃねえと。これね、ただ、デメリットがあって、これね、召喚権を使ってしまうので、このカードに。だから召喚から動くことができないんですよ、基本的に。なので今回はですね、ラーの翼神竜スフィアモードに召喚権を割きながら、展開できるように特殊召喚モンスターをたくさん入れております。まあ、いわゆる怪獣かぐやみたいな、デッキになってまして、かぐやなしですけどね。怪獣モンスターいっぱい入れてます。まず、そもそもね、ラバゴも入ってますし。なんならそのラバゴと金玉どっちか引ければアイドルモンスター絶対しょれるんで、まあ、先行制圧はね、完全にまあ、しょれると言っても過言ではない。そして、まあ、未開機のモンスターとか、まあ、あとは、フルルドサージュとか、あと、シシオアルファ、ムラクモみたいな感じでレベル8のモンスターを展開できしやすいモンスターをいっぱい入れて、で、レベル8からのランク8を狙っていくと。まあ、そういうデッキになってますね。でですね、まあ、この、デッキの、やっぱりね、いいところはね、これ、敵の開発一切入ってないんですよ。このデッキ、今回。全く。まあ、うららとか、ゾウジーとか。全くなくて、もう、相手の先行展開を眺めるだけ眺めます。眺めるだけ、まあ、一応ワンチャンその、双剣士が出るぐらいで、もう、ほぼ相手とはやることありません。相手とは全くやることがないんですけども、すべての展開を見切った上で、相手のブラ顔で出してきたモンスターをラバゴと、ラーの弾で処理できるっていうね。もうなんならだから先行展開相手がしだしたら、もうね、なんかね、漫画でも読んでてください。漫画読んで、なんかその、違うゲームして、トイレ行って、で、帰ってきて、相手の展開が終わってるのを見てから、金玉を投げてください。そしたらですね、相手の盤面は崩壊します。以上です。早速ね、このクソデッキやっていきましょう。デュエル。スタンバイ。はい、金玉来ましたはい、金玉来ました。腕組んで相手の展開見まーす。いっぱいモンスター出してくれて構いませんよ、私は。金玉、初手で逃げてたけど安心がやばいな、このデッキ。なるほど、トライブリゲードですね。なるほど、いいでしょう。あんまり見なくなりましたね、最近トライブリゲードね。俺のランク帯がいないだけかな。まあ今、ちょっとまだ、クソみたいなデッキ撮影してると、僕いつもプラチナ帯くらいまでしか行けないんですけど、まあ行ってダイヤ5くらいなんですけど、ちょっとなんかワッチャン、なんか3体並ばないことあるっけ。トライブリケールってなんか意外とそんなになんか横にめっちゃ並んでるなんかイメージないんだよな。まあちょっとできれば金玉をぶん投げさせてもらいたいと思うんですけどね。どうなんでしょうか。やばい、なんかそれで終わり。あーやばい、3体並んでねえじゃん、ふざけんなよおい。最近勇者ギミックがめっちゃ多いから、なんか死ぬほど並んでるな、横に並べるデッキ多いと聞きましたけども、こっちとらまずいですね。これはどないしましょう。とりあえずアラメシアの儀持ってきますか。水使いの効果起動してここにうらら打ってもらって、であとはなんか頑張って考えるみたいな感じでいきましょうか。まあ、とりあえずリリースするモンスターはいっぱいいるんで、まあ、なんとかなる気がするんだけど、まあ、とりあえずアラメシアの儀を持ってきてですね、でアラメシアの儀を発動しに行くのが一番正解か。あの次からドライブリゲートリボルトだと思うんですよね、多分。でおそらくシュライグが出てくると思うんですよ、おそらく。なので、まあ、とりあえずアラメシアの木からのグリフォンライダーの動きを見せつけて、まあ、そのトライブリゲードリボルトとかいうカードは無効にしていくよという圧をかけていこう。で、マホトラップゾーンに表側で置いていく。はい。で、旅路の効果は一旦する。あ、トライブリゲードリボルトですよね。はい、わかりました。了解です。まあ、どうせそうだと思った。で、リボルト効果使って、墓地からなんか何らかのモンスターを、ね、特殊召喚して、なんかそのモンスターを素材にしてトライブリゲードを出すっていう、なんか普通にぶっ壊る効果。これ素材になったモンスター墓地行くのやめろ、マジで。素材になったモンスター墓地でもおかしいだろ、除外されろせめてか、デッキに戻れ。でベアブルームからのなんかいっぱい展開されて、でこのモンスター素材にして、まあ多分シュライクが出てくると。で
シュライフで選んでジョアイが飛んでくるんで、まあ、ここでまあ多分旅路か、まあ、勇者トークンどっちかがやられるんじゃないですかね。まあ、とりあえず旅路の効果使いますか。旅路の効果使って、ドラコバックを手札に加えるっていう効果を使っていきますが、シュライフさんの効果を使いまして、まあ、旅路ですかね。これ旅路を除外すると一応旅路の効果無効になるから結局実質。で、ナーベルの効果とまあいっぱいチェーンが組まれる。ちょ、それおかしいってそれ。そのさ、なんかさ、ちょっとだけ場に いたモンスターですぐ墓地行ったくせに効果発動するのやめろよ、マジで。まあ、ふざけんな、マジで。で、ルガル効果使って、これなんだっけ、出すんだっけ。あ、はいはい。手札墓地からなんか出す効果。ってことは3体並びますね、モンスター。3体以上。とかもうすでに3体並んでますもんね。これなんかアルファ特殊召喚できる条件が整っててもいいです。なんだお前。で、シュライグ、あで、リボルトもう一回持ってきて、シュライグ効果で、何らかのカード、ナーベルかまだ。もう長えな、お前、俺のターンだぞ、俺のターンだぞ。ブラクトールからのシュライグ効果。ふざけんな、マジで。人のターンに動きすぎなんだよ、絶対許さねえ。絶対に許さねえ、ドンサンさんと。あ、トークン消すんだ。なるほど。ドラッグバッカー持ってこれる。でもこれ旅路あると一応モンスターが出てきちゃうから、旅路消した方がいい気するけどな。そんなんないのかな。あ、え、あやめちゃん出せんじゃん。天才か。なるほどね。キャッシーが効果向かってるからあやめちゃん出せるってか。なるほど。あやめちゃん出せるんだったら出しに行こう。ちゃん、あやめを出しに行く。で、このチェーンは多分だけど、アルミラージだと思うわ。アルミラージはね、フリーチェーンで自分を、なんか、墓地へ送って、フィールドのモンスターに効果が耐性を付与するっていう効果がありましてですね、まあ、多分それの効果だと思うんですけども、で相手は、全ての効果を使っていただけたんで、もうあとは自分の好きに展開すればいいということで、とりあえず 金玉を出す前にまずアルファを出しまして、で、相手の3体のモンスターをリリースして爆誕させていく最強のモンスター。これで、相手のモンスター3体をリリースする。シュライグさんと、まあ、こことここですね。これでこうでしょうね。金玉爆弾で、まあ、ルガルの効果で打点が下がるのは別にいいよ。でですね、アルファの効果を使いましてですね、金玉回収っていうあまりにも犯罪ムーブしましょう。最強すぎるこのムーブ。で、ムラックも出しまして、はい、8は除外して自身独自召喚しまして、レベル8にのモンスター2体でオーバーレイエクシーズ召喚。やべえ、最強じゃんこのデッキ、やっば。でラビオンを雑に出していく。そしてラビオンくんの効果発動。ラビオンくんはエクストラデッキからドラゴン族のなんかナンバーズか、ナンバーズモンスターのドラゴン族を、相手に見せつけて、そいつを出しながら、そいつのエクシーサイをエクサルティから供給できる。プライマンもいたね。そして、ヌメロンドラゴンの効果発動。ヌメロンドラゴンの効果により、自身の打点を9000にしていく。ピラ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 。はい、バトルフェーズいきまーす。すごい。最強デッキできたか。やっぱ現代遊戯王においてね、高校を取ってもいいっていうのはね、すごく気持ちが落ち着くと思うんですよね。今遊戯王ってものすごい先行芸が加速していまして、で、まあ、運営もなんか最近近所で一滴のね、パックをばらまいてましたけども、結局ですね、先行が強いゲームなんですよ遊戯王は。どこまでいっても、まあ、カードゲームって大体先行が有利であることが多いですけれども、遊戯王特に先行やばいじゃないですか。もう先行でなんか6妨害7妨害しかあるって何もできないっていうことが多いじゃないですかね。パーデッキしかり、なんか恐竜デッキしかり、なんなりものすごい盤面が敷かれますけれども、それをね、やっぱ1枚で返していけるこの金玉っていうカード、これ最強ですよ。まあパンクだから、まあこれ多分パンクハリアドンみたいなことされますけど、まあかといってたところでそんなになんか、まあ、VFD ちょっとめんどくさいけど、 VFD でさえもリリースして金玉を出せば黙るっていう、まあクソラがそうなんで、こういう時はね、なんか漫画でも読んでればいいんですよ。相手の展開流そうだなと思ったらね、漫画でも読んでね。トイレでも行って、漫画読んで、で帰ってくれば、まあ展開終わってるから。
はい、まあそういうゲーム遊戯王ってのはね。あー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 すげえ展開だなおいすげえ展開だなおい。でデストロイフェニックスガイが盤面に残っていて、でバロネスもいて、で相手ターンのシンクロ召喚ができる盤面も整っていると。まあライトニングストーム来たのでかいですねこれね。どうしようかな。まあ、とりあえず金玉出すのは確定なんだわ。まあ、バロネスリリース確定、ディセニーリリース確定だから、まあ、とりあえず一回金玉出すわ一旦相手の展開は全部見たんで受け切ったんで一回金玉出しまして、まあ、こいつがめちゃめんどせえかな。相手さんに600ライフ払うとシンクロできるもんね。だからこれでこうしてこうですね。はい。でライストで攻撃表示モンスターショルカ、後ろショルカなんだけど、後ろのカードの方がめんどくさいかな。まあちょっとわかんないけど、まあ前ショった方が強そうな気もしないでもないけど、まあ一応後ろショルは。なんか多分効果無効系の、あ、だよね、だよね。うん。なんかそのカードだと思った。で、エクレシアを特殊召喚していく。で、だな。ビッグフット陣掛けだな。ビッグフット陣掛けしていこう。ビッグフット陣掛け、効果当たって特殊召喚してほしい。これは打点が3000あるのさすがに強いんで、こいつはなんとかして効果を当ててほしい。当たんなくても強いですけどね、ビッグフットは。あー、当たんなかった、まあいいや。で、ビッグフットは、お家を怒られると表側のカードを破壊できるんで、一応普通に破壊できる。で、打点が抜けなそうなんで、こいつをぶっ破しておくしかないか。金玉はワンチャン残っちまうけど、まあ別にいいか。でだな、サンダーバードくんの効果発動する。サンダーバードくんの効果を発動して、特殊召喚したいんだけど、あーちょっと未開域くん仕事してください。未開域くんさちょ、ふざけんなマジで。まあ、一応変身しとくか。まあ、あやめちゃん出しといて、これ突破できないですね。どうしましょう。突破できないの非常に厳しいですが、前だったかな、ライトニングストーム。ライトニングストーム前だったらワンチャンあったのかな。いやでもそうでもねえか。あのワンチャンあったか。表側破壊できたから盤面は処理できたな。いやーちょっと未開域が仕事しないからな。これはね、俺のね、右手がね、悪いですね。未開域くんが全員仕事してくれたらもっとやばい展開できたと思うんですけども、全然仕事しないので、未開域が。まあでも3枚あったらどっちか成功してほしかったけどな。どういうことだぞ。はい。やばいですね。はいはいはい。で、金玉を素材にしていく。やるじゃねえか。ベルティアルコンド何お前、デスペン2枚目入ってんのか。まあ、一応破壊しとくぞ。デスペン2枚目入ってたとしても、ちょっとやばいから、まあ、超融合とかもあるし、ね。まあ、一応、ベルティアルコンドは破壊し毒だとは思う。で、誰やお前。誰やお前。あー、はい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 。出てくるやつか。あー、なるほどね。で、打点アップする効果使ってこいつを突破しようとか。なるほど。うめえじゃねえか、やばい。なんだかんだやばいぞ。3100は抜きづらい。非常に。あやめちゃん。あやめちゃん。あやめちゃん。未開機が仕事してくれたらな、なんか綺麗に返せた気がするんだけどな。あ、村雲来たか。村雲はでかいな。村雲はでかい。まあ、出したら突破できるけど、まあ、ちょっともったいない気がするんで、今やる必要ないな。ちょっと一回スルーして相手の展開待って、で相手が展開してきたところでなんか動けばいいかな。7400多分ね、一回ハリアドンしてるから多分突破しづらいと思うんだよね、この、盤面を。ハリアドンネッキって一回そのリソース削っちゃうともうなんか復活する人はそんななくて、まあ一回貪欲なつぼってるからまだあるかもしれないけど、あ、そっか、どういうやつ、これさっきデスに戻したから、あれか、アナコンダ出したの。なるほどな。はい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 。オッケー。全くどういうやつ戻したかと見てなと。で、エンドフェーズ、はい。俺のターンで、これで村雲のオロチ出しとく。で、村雲で相手のモンスター処理できるんで、次の自分のターンに。なんで、ここ使って、で、次のターンのあいつ処理して、いや、これいけんじゃねえか。5600やろ。あいつは効果破壊耐性などはない。はい。あ、エクレシア来た、強い。エクレシアちゃん来た。まああれか、あやめの総剣士もいねえから出せねえのか。まあでもシンクロできる。ここは何でもいいな。まあこれは正直何でもよくて、で相手のカードを破壊していく。でこれ通ったらワンチャンじゃねえの。打点足んねえかまだ。
アフェクトベーラー強い。まあなるほど。ではですね、まあ、とりあえずこの3100っていうクソ最高最強打点のモンスターにはどいてもらってですね、でですね、エクレシアちゃんを召喚しまして、でエクレシアの効果は完全に使えないんですが、シンクロ召喚はできる。よし、何の効果も受けない最強モンスター爆誕させるぜ。行け。うおー、エンザンキファイナルシグマ爆誕。こいつの効果はエクストラモンスターゾーンにこいつがいると相手の効果を一切受けない。そして相手の戦闘を行う場合、戦闘ダメージが倍になるという効果を持っているぜ。さあお前のギミックでこのモンスターを突破することはできるか。ちなみに打点で抜くしかないですねこいつは基本的に。まあ、3000しかないんで今のね環境だと結構簡単に突破することはできるんですけれども、まあそうは言ってももう結構リソース使い切ってるんですよあのデッキ。そうなんですよ。さあ村雲のオロチの効果発動、村雲のオロチの効果によってカードを8枚除外すると自分を時間特殊召喚できる。わらしを投げて無効にしてくる。強いが大丈夫だ、まだ俺のデッキは18枚もある。つまり自分のターンで特殊召喚すれば何も問題はない。わらし2枚目あるかな、まあ、疲れマイスターでもいいぞ。ドロー、ラバーゴーレムいらね。バトルフェーズ行くぜ。さあこのままバトルフェーズ入る。お前の命はまだ残ってると思ってんだろ。まだ俺のバトルフェーズは終了しないぜ。俺は墓地より聞こうじゃ。村上のうちの効果を発動、カードをゲームから除外し、このカードを特殊召喚くらえユッケー。うわー対戦ありがとうございました。まあまあ金玉ねえけど怪獣はあるな、ライトニングソーンもある。まあまあ悪くはないだろう。ワンフォーワン。ほ、ちなみになんですけども、このデッキ基本的にですねマジで誘発入ってないじゃないですか。でやることないんですよ相手のターンに。だマジでなんかねクソ適当なことしてていいよ。相手のターンが終わるのをなんかそのお知らせしてくれる機能がなんなら欲しいぐらい。普通に相手のターン始まるじゃないですか。でなんかその漫画と か, なんか違うゲームとかしてなんか読んだりとかトイレ行ったりとかして、でなんかその洗い物したりなんか夕食食べたりして、で終わったかなと思った時くらいに戻ってくるとちょうどよくね終わってるんで、なんか他のことをしながらマスターデールできるんで神デッキと言ってるんですこれは。はい、マジで相手対やることないんで相手の展開全部受け切ってでそれをリリースしていくっていう、まあ、そういうコンセプトで作ってるデッキなんで、まあ当たり前にハリアドンがぶち込まれていくっていうスタイルですね。はい、なんかあんま見たことない展開だな。こっから VFD いくのか。え、ダブル X セイバーガトムズさんじゃん。やべえ、こいつはなんか無限ハンデス地獄をお見舞いできると言われている最強カードですね。なんか自分のフィールド上の X セイバーをリリースすると相手の手札を1枚ランダムにハンデスできるっていうなんか最強の効果を持ってまして、でなんか昔はこいつめっちゃ強くてなんか一生ハンデスループみたいなコンボあったんですよ。なんかそれやろうとしてる、もしかしてなんか令和の最強ハンデスコンボしようとしてる。フラクトール、なるほど。なんか わけわかんない展開してんな。やばい、レイジグラ来た。こいつは召喚特殊が成功すると自分の墓地の X セイバーを手札に加えるという効果を持っている。で、ジェットシンクロン特殊召喚、なるほど。はいはい、なるほど。レベル5、あ、X セイバーウェイン、なるほどね。はいはい、ライブラリの効果でワンドロー入る。はい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 。で、フォルトロール特殊召喚で、フォルトロール効果で、レイジグラを蘇生できる。あ、で、レイジグラでフォルトロール開始ってこと？やばくないこれ。あれ？これさ、この盤面整ったら確か全ハンデスできんじゃなかったっけ？ダブルXセイバーガトムズの効果発動するでしょ？で、レイジグラをリリースする。で、フォルトロール特殊召喚される。で、フォルトロール効果でレイジグラを蘇生できるから。あ、やばいこれ。ちょっと待って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 、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい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 、やばいことしてる、やばいことしてる、ちょっと待って、やばいことしてるって。いや、手札0枚はさすがにどうにとてもならないぞ、さすがに。ちょっと待ってくれ、落ち着こう一回。ちょ、ほんとにやばい。あ、え、あ、ビッグウッドさん効果届ける。あれ、これワンチャンあるか。あれ、これワンチャン、これこれハンデスおじさん、これ破壊したらいいんじゃない、これワンチャンじゃない、これこれワンチャンじゃないか。あ、これフォルトロールって、あ、そうだね、レベル4以下だよね。フォルトロールはレベル4以下だから大丈夫、レベル4以下だから大丈夫。
で、エックスセイバーレイジブラの効果で、もう一回回収することはできるが、できるがだよね。いやもう反転策かもやろ。でガダーラだけ残ったけど、ガダーラだけでなんとかなる。スモールワールド。なるほど。文房具003を、除外して、レスキュー除外しながら、フォルトロール、やばい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 、めっちゃ展開されてる、まずい。これでアポロースとか出さって終わる。え、これ9ってこと？あれこれもしかしてもう一回出てくる？あれあれおかしいな、さっき処理したぞ。おいお、さっき処理したぞ、どうなってんだおい。ああ、うわあ、嘘だ。誰やお前。あ、トリシュール、あ、ロイヤルか、かっこいい、かっこいい。ちょっと待って、レベルキーが2体。嘘だろおい。あ、ブラックも来た、出せる出せるぞ、ワンチャンある。ブラックマンフリーチェーン出してこい。ジオブラックマンの効果発動、ブラックマンの効果によって壁を生成していくぜ。8枚カードを使いし自身を特殊召喚。危ない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 。 VFD への回答来た。まあ、一応こいつはね一生出てこれるんで、フリーチェーンで。まあ、それが強いんですよね。まあ、一応これ、まあ、何もやらないんで、これエンドなんですけど、一応壁を生成しとけばいけるぞ。まだ諦めるんじゃない、まだ諦める時間じゃねえ。いいか、デュエルは最後までわからねえ。スモールワールドいいだろう。スモールワールドの効果を発動して、ケラスか、ケラスからの文房具、なるほど、ケラス文房具レスキューを、引っ張ってくる。でレスキュー召喚していく。でレスキューを、リリースするとレベル3以下の漬物族を特殊召喚できる。でこのエアベルンね、これサモサモキャットベルンベルンのあれじゃん、あの伝説の展開使ってるってことでしょこれ。まあ、とりあえずそれ殴られてもいいですけど、村雲さんはまた出てきます。いいだろう、村雲パイセンはまた出てくることができるぜ。村雲パイセンの効果は、まあ、一応アーゼルス重ねられても村雲そんな壊んないんですよね。別に墓地行ったところで別に一緒出てくるから、あんまりそのアーテンスで墓地送るってのはあんま関係なくて、でしかも結局そのエクストラデッキを除外すれば相手のカードを破壊できるんで、アーテンスも破壊できるということで、はい、どっか行った。なるほど、もうエクストラデッキで、あのなんか出せるもんさんいないんじゃね。あー、サージ来たな。なるほどなるほど。え、これ効果使ってないけど大丈夫、サージの効果発動するよ。サージの効果で相手のカードを破壊するけど大丈夫これあれこれ買ったんじゃね。で、VFD 効果発動、 VFD の効果使って、闇属性宣言されていく。はい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 。で特殊召喚バチコリとしていく。でバトルフェーズ入る。で、あ、殴れないか、まあ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 、まあ、でメイン2でしょ、入るでしょ。でこれでエンドする。でこれまたその村雲出てくるんで、これワンチャンありますよ。いや言うてあのデッキそんな1枚から動けないだろ。前半です、前半ですされたけど勝てる説ある、これもしかして前半ですされましたけど、こちらなんかワンチャン勝てそうです、ワンあります。ドロー、オッケー。レベル8のモンスターみたいでオーバーレイエクシーズ召喚いけるぞ。やはりデュエルは最後まで諦めてはいけない。ラビオンを特殊召喚し、ラビオンの効果を発動、ラビオンの効果によりナンバーズのドラゴン族モンスターを特殊召喚できる。ラクモノロチをゲームから、あ、墓地を送り、ヌメロンドラゴンを特殊召喚、そしてヌメロンドラゴンの素材を供給していく。いいか、デュエルは最後まで諦めないことだ。遊戯王はな、カードパワーが高すぎてな、カード1枚から勝てるんだよ。行け、ダイレクトアタック、うお最強。前半デスされて勝ってもやばくない。